皆さんこんばんは、メンタルアドバイザーの並木義和です。皆さんこんばんは、ラブ FM の DJ 咲子です。よし、よし、並木先生のスマホの待ち受け画面、今日は見せていただこうかなと、はい、思いますよ。そうですね、そろそろ変わっている頃なんじゃないかと聞かれるんじゃないかと、はい、さすがです。はい、ということで最近はですね、うん、これです、じゃん。それは大黒天ですね。大黒天、はい、大黒天様を選んだ理由は何なんですか？はいはい、そうですね、特に6月はですね、大黒天のエネルギーが強くなるんですね。うん、でなおかつ、この夏至をね、もう超えましたけど、うん、この夏至というのがちょうどね、地球人から宇宙人へとこう脱皮していく、うん、そうそう、もしくは、反転していく、うん、そういった大きなエネルギーと、これでまあ言い方を変えると古い自分が死んで新しい自分が再生するみたいなね、はい、古い自分が死んで新しく生まれ変わるみたいな、うん、そういうエネルギーで、この大黒天というのはご存知の方も多いと思うんですけど、うん、シバ神と同一神というふうに言われたりするんですね。でシバ神というのは破壊と再生の神であるという部分で、はい、本当にそういったエネルギーにマッチしたこう神さんということで、こうやってね見ていると、そこにこう意識を向けやすくなるじゃないですか。はい、こう画面にあれば、はい、もういや変な言い方ですけど嫌でも見るじゃないですか。うん、そうするとそれを意識することになるので、はい、なので今回はね、この大黒天を選んでみました。はいはい、その大黒天さん見せていただいたけど、うん、はい、穏やかなお顔をされてますね。はい、うん、ね、すごくこうやっぱお顔も僕は大事だと思っているので、うんうん、仏像なんかでもねすごくこう優しいお顔の、はい、で同じ仏様でもちょっとやっぱちょっと怖いなと、うん、感じるようなものもあるじゃないですか。うんうん、はい、なのでこれはねその優しいものをあえてね選んでみました。お顔の素敵な綺麗なものね。はい、よかった、はい、やっと見せていただけたそうです早速真似しようと思っています。はい、はい、ということでこれから30分どうぞ最後までお付き合いください。並木義和の愛こそはすべて。番組前半はテーマに沿って僕の愛するもの、好きなものをお話ししています。咲子さん、今回のテーマは何でしょうか？はい、今回のテーマは趣味特技です。うん、趣味特技、はい、はい、その自己紹介だったりね、うん、普段の会話の中でもよく聞かれるこの趣味特技についてなんですが、うんうん、はい、内閣府の調査によりますと、うん、趣味で最も多いのが、うん、園芸、まあ、庭いじり、まあ、ガーデニングっつうやつですよ。うんうんうん、で他にね上位は、うん、まあ、テレビを見る、うんうん、あと旅行とかドライブでしょ、うんうんうん、あとはまあお散歩、他にも、まあ、手芸や茶道、はい、華道、うん、まあ、踊りとか、うん、あとまあ読書とか、うん、絵画などのまあ創作ですよね、まあ、書道とかもかな、はいはい、あとスポーツをするなどなどと、まあね、体を動かすやつからじっとするやつまで気に渡る、ね、はい、まあ、趣味って言っちゃえばね、もうそれになっちゃいますけど、うんうんうん、何でもありな感じもしますけどね。はい、そこで、はい、並木先生が今、うん、ご趣味、特技は何でございますかってこう聞かれたら何と答えますか？趣味霊視、特技霊視、仕事って結局あんまりこう仕事っていう意識がないって前にも多分話したことがあると思うんですけど、ね、うん、っていう意味でですかね。はい、はい、そうか、それはもうお仕事にもね、そうですね、なってらっしゃいます、はい、じゃあ、まあ、それ Now、はい、でしょ、今でしょ、はい、じゃあ学生の頃だと、うん、その趣味特技は何とおっしゃってました？うん、あ、もちろんなんかその、まあ、麻雀が好きとかね、やっぱりそういうので、うん、麻雀とか卓球とか、うん、まあ、別にね上手い人は別にして卓球とか、うん、まあ、旅行が好きとか、うん、カラオケが好きとか、食べるのが好き、飲むのが好きとか、うん、そういうゲームが好きとか、うん、はい、そんな風には言ったりしますけど ね、はい、あとほら漫画ね、うん、イラストを描くのがお好きって、あ、なんかだって漫画家目指してたっておっしゃってましたよ。そうですね、小学校のあれ何年だったかな、3年とか4年の時はなんかそんな風に言ってた時がありましたね。だから私のお顔も爆弾させてもう見て、もうトートバッグとかもうすごい、いろんなものにグッズ化して、ね、くせっかにしてまたなんか配ろうかなって思うぐらい本当に、はい、これも私マルシーでいただこうと思っておりますね。ね、そうそうそう、いやいや、はい、だからもうだから先生何でも多分昔から、うん、でもそれって興味を持ったことに、はい、とりあえずこうやってみた、うん、そうです、それが好きにつながってたわけでしょ。その卓球も、ね、はい、サッカーでもよかったけど、うん、でもそこは卓球だったのはやって楽しかったかなっていう、楽しかったですね。授業でもね卓球ってあったんですけどね、高校の時とかすごい楽しかったですね。さ、うんうん、みたいなね、そんなねですね、はいはい、さあ、そんなですね、はい、中でじゃあお仕事関連以外の先生の趣味、うん、まあ霊視以外の趣味について、うん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 、
これスタッフ調べなんですけれど、はい、一個一個、ゲーム、はい、これはちょっと待って、トゥードットやってるんですか。やってますね、まだにやってますね。今何面ぐらいですか。今、ね、何面だろう。だって以前聞いた時がもうなんか4桁ぐらいでしたよ。そうですね、今ももう、そうですねって。でもこれ放送の時はね、また進んでるんですよね、これ。2000、いや、あ、違う、5000だ、5581面にこれから行きますよ、これから行きますよと、という、はい、まあ、立派な、これ趣味だと思います。そうですね、先生、あの、はい、レーシじゃないです、これ趣味ゲームと言ってもいいと思います。、はい、はいはいはい、じゃあ、多分放送の頃には多分もうね6000ぐらいに行ってるかな、知らんけど。そうですね、っていう。あとですよ、はい、これこそあの前、うん、あのちょっと前に先月ね、森田真文さんの奥さんの愛さんがおっしゃってたんですけど、カラオケでほらスケバンデカっていうのが、はいはい、はーって思いました。やっぱそうですね、なんかスケバンデカでかかってた音楽、うんうん、音楽で歌、歌ですよね、なので歌うみたいな、斉藤由紀さんだったり、はいはいはい、南野陽子さんだったり、浅香唯さんとかね、うん、はい、カラオケは、いや今 その、うんうん、その、まあ、女性アーティスト、男性の歌とかは歌ったりするんですか。はい、ビーズとかう、うわ聞きたい、ウルトラソウルだって、ウルトラソウル聞きたい、はい、あのね、はい、お聞かせできるようなレベルではないですが、まあ、別に好きです。だから男性女性全然、あ、いけるんだ。そう、スピッツとかも全然、う、草野さんじゃない、うん、もう全然言えてないけど、正宗さんが歌うんじゃなくて、よっちゃんが歌う、はい、チェリーとか聞きたいですね、みんなね。はい、やべーな、うんうん、いいな、愛さん、ちょっと愛さんに今ジェラシーを感じますけど。いやいやいや、で10時間ぐらい歌うって。あ、そう、10時間ぐらい本当に歌いますね。趣味です、それ先生、はい、あの、練習じゃないです、趣味がカラオケって言っていいです。はいはいはい、お食事、うん、お酒っていうのはね、うん、もうこれは、まあ、そうですね、うん、食べるものこと飲むことが好きっていうのはそうですね、はい、旅行もね、旅行も好きです、まあ、うん、これはもうね、お仕事だって本まで出しちゃったぐらいですか。そうですよ ね、だからなんかもう仕事となんか趣味と実益を兼ねてみたいなね言い方がありますけど、うん、そんな感じになってますよ ね、うん、素晴らしい、はい、あとその趣味や特技を、うん、これをほらやっぱ好きだから、うん、好きだからこそ仕事にするっていう方もね、はい、したいっていう方も多いと思うんですけど、うん、そういった時にコツっていうのあるんですか、うんうん、でもやっぱりそれがね、うん、仕事につながるかつながらないかってことをまず考えないっていうのが大事なんですよね。あ、そう、もうそれ、うん、思考だからね、頭で考えちゃってる。そうです、そうです、そうです。そうするとね、自らその道を閉ざしてしまうっていうこともあるので、うん、だからまず何かこう自分がやりたいなっていう、まあ趣味ですよね、うん、っていうものを、こう仕事でやりたいなと思った時に、それそのものがなかったとしても、近いようなものをやってる人ってどういう人がいるだろうって調べてみるとかね。はい、そういう。そう、これは仕事になるかならないかじゃなくて、もう仕事をやる前提で、自分が好きだなって思っている趣味だったり、惹かれるなと思って興味がある、こう関心事だったりっていうものを、すでに体現している。はい。ね。何かこう一部かもしれないけど、でも体現してるような人ってどういう人なんだろうってこう調べてみる、はい、みたいなところからこう道が開いていくみたいなことって出てくるんで、うん、はい、だからまずそれをやってみてほしいですね。もうやる前提で、ね、うん、そう、やる前提でね、できる前提で、はい、はい、あとやっぱこうなんかなんだろう、好きっていうのって結局ほら魂がこう思い出すじゃないですけれど、うん、はい、昔過去にこう自分がやっなんか好きだったもん、うん、私最近ですね、青木敏郎さんっていうあの油絵の画家さんがいるんですけど、うん、その方の作品を見た時に、うん、あ、自分は絵はこんな描けないんですけど、写真みたいな絵を描く方なんですよ、うんうん、へー、素敵ですね、すごいあのキラッとした、うん、これ見た時に好きと思ったりとか、うん、あとなんか ろうそくを描くあの高野彌十郎さんっていうろうそくが代表作の方がいたりとか、なんかそういうのを見てなんか好きってなったり、うんするのでも、はい、そっからほらね、絵を自分が描こうと思ってもこんななれないじゃないですかと思ってね、うんうんうん、ね、でもね、うん、そのレベルってよく言い方がありますけど、うん、でそのレベルっていうのはみんな違くてよくって、うんうん、違いがあってよくてっていうのか、うん、それなんだけど、なおかつこれからの新しい地球というのは、はい、こんなのが売れるのっていうのが売れたりとか、こんなのが仕事になるのっていうのが仕事になったりするような、はい、こう、まあ、価値観が全然変わりますよっていう話にそれは付随するものなんですけど、うん、はい、なのでだから今までは絶対にこれは、仕事にはならないというふうに思っていたものさえも仕事になり得る可能性があるんだよっていうのをまず知ってほしいんですよ。わあ、そっか、はい、あ、そう思うとなんかワクワクしてきます、うん、そう、だから例えばもう自分はこんなの売れる絵じゃないっていうふうに思ってたとしても、でも作品を何点か描いたらとりあえず出してみよう、 SNS に出してみようっていうと、
これ売ってもらえますかって声がかかったりしますよっていうことです。あ、そう、それで SNS、うん、ほらよく一コマ漫画やってる人が書籍化になったり、うん、はいはい、グッズ化してポップアップができたりとか、うん、もう目の当たりにずっとしてるんですよ、うん、だから、うん、あ、すげえなってやっぱ出す表現するってやっぱすごいことだなって思いますよね、うん、そうですそうです、ね、だから自分の書いた作品をね、いい想定にしてみたりとかっていうふうにするとなんかすごくよく見えるみたいになったりするわけですよ。なんかね、なんか新しい魅力発見みたいなのでこれくださいみたいになったりするんで、うん、ね、で自分もその気になっていくので、はい、月こそものの上手なれっていう方があるじゃないですか、うん、なっていくんですよ。そうですよね、うん、わあ、あと私育てるのが好きなんで、はい、あの動物とか植物とか、ええ、ガーデニングとか、うんうん、なんかそういうのもね、うん、今後なんかね、そういうのなんか活かせたらなーなんてもね。そうですよね。でもそういうね、うん、あの好きなものってどこ、うん、とことんっていうか、とことんどこまでも追求していくと、うん、やっぱり道はね、開いていくものなんですよね。そうなんです。もう全力で今、うん、あの、金魚をめでたいです、はい、今。今、インコ吸いたいです、もう、クーって、ね。ああ、なるほど。もう、最近、稚魚がね、うん、金魚の赤ちゃんの卵をいただいて、それを孵化したんですよ。はいはい、おお。またちっちゃい2ミリぐらいの、毎日こうやって見て、あとは、あの、ヘラクレスオオカブトっていうね、うん、でかい、あの、最大級の、あの、カブトムシのサナギのペアをいただいて、もうそれもずっとこう家でこう暗いところでまだかな、まだかな、浮かしないのまだかなっていう見るのが一番今楽しいです。あら、そうですか。呆れてますよね。いいえ、すごいなと思って、ね、生き物と生き物と一緒に、ね、暮らすってすごいですよ、うん、あと夏になってね、シーモンキーをね育てた始めるのが私が好きなんです。何シーモンキー、ご存知ない、うん、よくほら、あの学研と科学みたいなやつで、うん、あの科学の方で、うん、あの法然エビっていうんですか、よく田んぼとかにいる、うん、要はこうちっちゃいエビの一種、うん、一種なんです。ブライシュリンプって言って、うん、熱帯魚の餌とかになるんですけど、うん、え、それをね育ててずっと見るんですよ。へえ。だからもうね、あのこの間ね、近藤正彦さんが、うん、あのメダカを飼ってらっしゃる、はい、はい、で水槽大きいの何個分、4個分とか6個分、うもっとつかな、うん、まあ、とにかく、うん、もうすごいんですよ。そのメダカが好きで、はい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 、メダカをずっとこう、あるいは上から見るものらしいんですけど、うん、そうですね、そうっていうのを聞いたばっかりだったので、いや、あ、そうと、私もずっとそれが幸せですもん、うん、もう金魚も上からずっとこう見て、うん、なんかお釈迦様だったのかなっていうぐらいもう上からずっと見るんですけど、うん、なるほど、うん、でもいいと思います、とっても、ね、はい、はい、私は幸せです、うん、皆さんも何かね、没頭できる趣味、うん、特技見つけてみてください、はい。旅を愛する僕、並木義和、今月この時間は旅級というスペシャル企画をお届けしています。はい、並木先生に旅にまつわるクエスチョン、略して旅級シリーズ、はい、今日が第4弾となります、はい、クエスチョンボックスに旅にまつわる質問カードが入っておりまして、うん、はい、今回も先生にカードを引いていただき、質問にどんどんお答えいただきます。はい、では引きまする、はい、はい、みぐりんです。はい、質問はこちら、旅先でお天気には恵まれる方ですかと。半々。雨を降るのが恵まれないというならば、僕は雨が多いので、はあ、はいはいはい、あの龍さんのね、龍神さんの、はいはい、うん、でもね、比較的、うん、そう、そういうその恵まれてるっていう感覚っていうんだったら、うん、いつも恵まれてますけどね。ああ、うんうん、そうですよね、まあ、福岡もね、よくいらっしゃいますけれども、はい、ね、結構お天気のことが、ね、多いですからね、はい、うん、こういう人いますよね。でも行く先々で雨みたいなね、嵐みたいなね、そうそうそう、ね、うん、だからやっぱりこうね、よく晴れ男とか、ね、うんうん、雨男とか言いますけど、やっぱありますよね、はい、やっぱいいですね、はい、いや、あなた一人ぐらいでそんな力ないないとか思うんですけれども、うん、でも実際いらっしゃるんですよね。いますいます、うん、はい、続いての質問です、うん、旅して帰ってくると別人になるについて改めて教えていただけますか、はい、と、はい、結局その僕たちってもう波動の存在なので、うん、波動が全てなんですよね、はい、でその違う土地に行くっていうことはその違う土地の波動に触れることになる、うん、つまり簡単に言えばミックスされるんですよね、うん、もしくはその化学反応みたいなアルケミーですよね、はい、によって変化が起きるんですね。そうするともうそれが波動の変化につながり、うん、その行く前の自分の波動と全く違う波動を帯びてることからもうそれが全く別人になるっていうふうに言えるんですね、うんうん、はい、でそうするとその自分の意識にも変化が出てくるので、意識に変化が出てくるとその物事の見方とか捉え方っていうのが変わってくる、うん、物事の見方や捉え方が変わると、そうすると行動、まあ、言動を含めたね、言葉を含めた、行動が変わってくる、言動が変わってくる、そうなると現実が変わってくるって言って、うん、人生までも変わっていくんですよ ね、 ね、はい、変わり始めるんですよね、はあ、うん、だからまあ一泊でも、一週間でも、うん、全然もう変わってくるっていう、はい、ことですよね。そうですそうですそうです。でなおかつその波動の変化っていうのはね、移動距離に
比例するっていう風に言ってもいいです。え、つうことは何ですか？だから近くよりも遠くに行った方がより波動の変化は大きくなります。なも月まで行って帰ってく来た人も、うん、ねもう、あ、いやもう本当にそうですね。うん、まさに、はい、ね、あの人ね、あの一歩の人、うん、名前が全然出てこないけど、はい、はい、すごいな。はい、じゃあ緑です。はい、こちらです。え、お気に入りの空港はありますか？お気に入りの空港、これ何気に成田空港が好き。あー、成田の方ですね。なんだけど、うんうんうん、頑張ってほしいという意味も込めてね。あ、あらら、どこが頑張ってほしい？例えばもう8時過ぎるともうほぼ閉まっていくみたいな。あー、そう、だってまだまだ飛行機はあるわけだから、あるんですよね。ね、もう少し頑張っていただきたいなっていうふうに思うし、うん、ね、お店をもっと充実させるっていうことだって少しずつなってきてるっていうふうには言えるかもしれないけど、うん、そうそうそう。でもね、やっぱ好きな空港なので、やっぱりね、できるだけ発展系を持ってほしいですし、うん、ね、やっぱ賑わってほしいと思いますし、はい、はい、はい、うん、という気持ちを込めて。はい、成田ね、うん、まあそこ行くまでもね、ちょっと大変だったり、うん、そうですね、ちょっとは、はい、うん、ずいぶん行ってないですけど、今もだいぶ変わったんだろうなと思いながら、はい、ね、あ、ごめんなさい、あ、じゃあ、じゃあこちらで、はい、じゃあ残りは、旅行カバンのこだわりはありますか？うん、そうですね、たくさん入るものということなので、うん、まあ、あんまりその姿形とかっていうよりは、はい、まず入らないとお話にならないと、うん、そうですね、特に旅行なんかはね、はい、なのでそれが重視ですかね、うん、重要ポイントっていうかね、はいはい、あのキャリーケースも、うん、結構大きかったりね。そうですね、そうですね、うん、でね、あのなるべくだったらこう真っ平らなやつがいいんですよね。こうキャリーケースをパカーンってこう伸ばしたり閉じたりする、うん、こう持ち手があるじゃないですか、はいはいはい、であれがあると、うん、ボコボコって中がなるんですよ。ああ、どうしてもね、うん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 、それ収納しないといけないから、そう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 、はい、収納する分がね、うん、そういうのがなく本当は真っ平らが嬉しいなと、うん、ああ、そこ何センチもやっぱ欲しい、はい、でもね、まれにあるんですよ、あるんですよ、なんかそれ 見かけたことがあって、はいはい、あと先生はそのキャリーケースプラス、うん、あのでっかいカバーですもんね、はい、あれも特にこだわりはないんですか？それもだから結局入る、そうか、全部大きいもんな、たくさん入る、ね、丈夫でたくさん入る、たくさん入るっていうのがいいですね。そうですね、はい、うん、かなり愛用されてるかと思います。はい、かなり愛用しています、しつこく愛用しています。そうですね、はい、はい、いやでもあれ使えば使うほどなんか味が出ていいですね。そうですよね、はい、お、忘れ物をしたことありますか？あります。携帯電話を忘れる、あとパスポート忘れたこともある。あ、あれ、それ初撃ですか？うん、ついこの間久々に海外に行くって言った時にパスポートを忘れた、うん、あれ、あそこでしたっけ？え、どこの時？どこの時だったっけかな。あれ、この間なんか私ケンジさんのインスタかなんかで見た時の、うん、バリだ、バリだ、バリ、そうだ、バリ、はい、そうそう、バリバリ伝説、そうフール、で、おかんとおとんに届けてもらい、あ、はい、あ、空港までですか？空港まで、そうそうそう、もう乗っちゃったので空港に向かって、はい、やらかしましたね、やっちまったなーですね、はい、でもよかった、そう、あ、そうだ、海外にはパスポートが必要だったよね、うん、みたいな、そう、その前にもでも行ってるんだけど、なんかもう今までだったらもう絶対パスポート忘れたことなんてないんだけど、はい、でもなんかもうパスポートの存在自体がなんか薄らいでいた、もう俺は顔パスでいけるみたいな勢いでね、もうそろそろなくしてもいいじゃないかっていうパスポートね、どうせ顔認識やってんだろ、はい、みたいなね、うん、そう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 、でもね、はい、女性と間違われちゃうから空港だと、うん、海外は特に、はい、厄介ですね、はい、ほんと。そしてこちら、まだ行ったことはないけれど、うん、ぜひ行ってみたいところはどこでしょうか？あ、北欧に行きたいです。いや、北欧はいいですね、うんうん、北欧に行きたい。例えばノルウェー、スウェーデン、フィンランドとか、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド全部行ってないので行きたいですし、はい、うん、あとね、ドイツも行ってみたいかなっていうのはありますね。ドイツね、はい、あ、ドイツなんか行かれたようなイメージでしたけど、ドイツまだ全然ね、縁がないんですよ、ドイツ。そう、行くっていう話にはなっていたんだけど、うんうん、結果行かないみたいになっていて、はい、なので、ね、タイミングじゃないのかななんて思ってましたけど、だからドイツもそうですし、うんうん、あとは、チェコとかね、行きたいですね。チェコスロバキアみたいな、うん、そう、チェコスロバキア、はうん、何の情報もないから私、うん、何があるんだろうチェコみたいなね。そう、でもなんかこう街がノスタルジックというか、ね、非常にあの伝統のある建物、うん、はい、ですね、そうですね、もう行きたいですかね。あ、うん、あなたがアメリカの女優さんで、うん、あの本書いた人、スピリチュアルの本書いた、あの人がなんか北欧かなんかのほら温泉かなんかに行って、うん、すごい面白い体験をしたっていう、シャーリー・マクレーンですね。あ、そう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 、うん、あの、うん、あの、もう映画と本読んで、うん、あの高専に
こうそうですですです、はいはいはい、あれすごく印象興味深かったんですよね、そうですね、はい、すごい、あ残り少ない、あこれ最後じゃない、あら最後ですか、あ、うん、あ本当だね、じゃあ最後です、はい、今まで何カ国行きましたかと、何カ国行ったんだろうな、ね、結構行っているけどでも結構行ってないところもあるっていう、うん、ちょっとねすぐに出てこない数字が、まあ、でも2桁はね、はい、あ全然行ってますね、2桁はもう確実、はいはいはい、ということなんですよね、よく聞かれるんですけどね、把握してないですね、この旅級シリーズいかが、はいでしたかね、はい、私とスタッフのナミペディアの情報がですねまたぐんと増えました、あと何カ国行ったかをね、そうですね、ちょっと計算してみたいと思います、はいはい、ということで、ナミキ先生、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、お送りしてきましたナミキヨシカズの愛こそはすべて、さあエンディングです、あの趣味の今日ね、うん、トークしたんですけれど、はい、あのハートフルテレビの虫の知らせで、はい、テリー伊藤さんが出られた時の会が本当に面白くってもうあの方ほらラジオも好きですし、もう何でも全力的に楽しむっていう、はいですね、お話も面白いですし ね、 ねテリーさんね、あんなね、はい、あんなおじさんおばさんになりたいと思いました、うん、もうねいろんなことを体験されているので経験されているので、ね、あのねあのエピソードにこと書かないというか、うんはい、むしろあのピー音が多かったピー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 言ってましたピー言ってましたけどねもう先生数えると今日6月28日の間もなく29日になるんでもう下半期突入ですよ、はい、どうしたらいいですか、どうしたらって、うんね、好きに生きればいいんだけど、そうです、だからもう10月からこれ毎年ね、はい、その翌年のエネルギーというのがもう入り込む流れ込むというタイミングですよと、はい、もう6月も終わって7月ってことはもう10月がすぐじゃないですか、でも実際にこの下半期というのはもう翌年のまあエネルギーに順応していくべく準備していくときがあるんですね、まあ、早いと思うかもしれないけどそれぐらい、はい、そうで特に来年というのは僕たち人類 の、ね、この意識のビッグシフトチェンジが、こう起きる、はい、そういうタイミングを迎えるんですよね、すごくそういう意味でこの2025年というのは特別なんですよ、なのでその来年に向けての、ね、準備、来年に向けての準備っていうのはそんなに何もこう変わったことではなくて、いつも通りもう、来年に持ち越す必要のないものを手放していくとかね、はい、整理していくとかね、そう、そういうものです、で逆に来年をどういうふうに、過ごしていきたいかっていう底はかとないイメージからでもいいので、もう立て始めていく、でそれに向けて準備をしていくみたいなね、そういう時間にやっててもらえるといいかなと思います、うん、こういったことは先生常々ね、うん、おっしゃっておりますので、はい、まあ、あの先生の過去の本を読んでもいいですし、はい、最新刊もね、うんうん、出ておりますので、はい、ぜひあの詳しい情報は並木芳和さんのオフィシャルサイトをチェックしてください、はい、それではまた来週お耳にかかりましょう、愛こそはすべて、バイなら。